関営木活本関枯渇字盤、源氏物語とは、枯渇字盤、源氏物語の一つ。関営年間に出版されたと見られることからこの名称で呼ばれる。この関枯渇字盤、源氏物語には、いくつかの異なった版が存在する。この関枯渇字盤の存在を見出した、河瀬和馬は、大東急記念文庫書蔵造本。 昌平坂学問初級造内閣文庫造本、正宗厚造本などを標準的な官営枯渇字版であるとし、久原文庫造本を官営枯渇字版と同じ活字を使用した枯渇字版ではあるが、わずかに異なる文明を持った移植版であるとして2種の官営枯渇字版が存在するとした。その後現在では、広島県立歴史博物館、紅用夕日文庫造本、 鶴見大学造本、九州大学造本、国のみやけ急造本といった大筋で官営枯渇字版であると言える内容を持ちながらもお互いにどれとも少しずつ異なる伝本がいくつも発見されていくことになった。河瀬和馬によって標準的な官営中官本とされた書本。河瀬和馬によって官営中官本の移植版とされた書本。 河瀬和馬以後に見出された書本。部分的に歓迎枯渇地盤と全く同じ反面を含んでいる近い時期に作られたと見られる書版本。ありがとうございます。